近畿大学工学部ロボティクス学科はこちらをご覧ください。双腕ロボット、二足歩行ロボットなど、ロボットそのものを制御する技術やコンピューターを用いてパーツを設計する技術など、機械や情報、電気電子の複合技術を身につけられるのがこちらのロボティクス学科。1年次から実際にロボット作りに挑戦しながら基礎技術を学び、3年次には自律的なロボットを自分たちの力で作り上げていくんです。研究でも注目されている取り組みが多いんです。例えば金属の製品を作ることができる新しい 3D プリンターの研究開発では、国家プロジェクトの中心として研究をリード。またこちらの魚のようなロボットは、スーパーなどで見かける樹脂フィルムで真空パックすることで、水深500メートルの水圧にも耐えて水中を泳ぐユニークなもの、海底探査などでの活躍が期待されています。様々な技術を統合しながら社会の課題解決に挑戦していく学科なんですね。